ノア夏のビッグマッチ 8.18 カルッツ川崎大会です。まずオープニングマッチは7月のジュニアタッグリーグ戦に出場しました01の日高行と菅原拓也が登場してまいります。日高菅原組はジュニアタッグリーグ戦4勝2敗、公式戦ではジュニアタッグ王者の弘樹田中組を破りました。さらに日高はジュニアチャンピオンの原田からも勝利、優勝は逃しましたが次につながる実りあるリーグ戦になりました。ノアにとってはジュニアの新しい外敵であります。01日高行と菅原拓也が入ってまいります。オーバーマスクをかぶった日高菅原が姿を現しました。01ジュニアを長年支えてきた2人です。ノアのベルトを全て01に持ち帰ると宣言しております。その言葉通りリーグ戦ではチャンピオンに爪痕を残しました。今日も勝ってベルトに近づくのか。菅原拓也元登竜門、ダーティーでクレバーなファイターです。01ジュニアの象徴、疾風の天才児日高行人であります。対するは小川義成、諸橋誠也が入ってまいります。小川と諸橋は今ジュニアタッグチャンピオンの弘樹田中稔と共闘しております。ベテラン小川義成、おなじみの黒のベストを羽織っております。今日も足早にリングに向かっていきます。さあその後方からはノアマットでもう一花咲かせようと目論む男諸橋40歳であります。熟練の2人01ジュニアを迎え撃ちます。まずは小川義成、キャリア21年フリーの諸橋誠也であります。カルッツ川崎大会第1試合です。1000シリーズのジュニアタッグリーグ戦から継続参戦、01日高菅原組が小川諸橋のコンビと対戦です。放送の解説は佐久間和彦さんです。佐久間さん、はい、日高菅原狙いはノアのベルトのようですね、うん、そうですね、まあ、ジュニアタッグでも、ね、決勝進出は惜しくは逃しましたけど、はい、しっかりと、ね、こうリーグ戦では爪痕を残してますから、はい、まあ、その、ね、勢いをこの試合でもつなげていきたいなというところでしょうね、はい、まず先発は小川と日高であります。早速腕を取っていきました小川、テイクダウンさせていきます。日高菅原組は7月のグローバルジュニアタッグリーグ戦4勝2敗の成績でトップタイ、しかしながら直接対決の結果で優勝は逃しました。しかしながらリーグ戦を通して非常に堅実なファイトをこのノアマットで披露しております。さあ腕を取って投げを打っていきます。基本に忠実な関節技、そしてヘッドシダースに行きました小川義成であります。この顔合わせというのはちょっと興味深いですよ ね、 すね、小川タッグリーグ戦出てませんでしたからね、はい、日高とこの顔合わせというのはちょっと注目してみたいですよね。そうですね、日高は第3代の GAC ジュニアタッグ王者でした。2006年に藤田稔とのタッグでノアのベルトを巻いております。まあ、だいぶ昔の話になりますけれども、このノアでの実績も日高はあるんですよね。そうですね、やっぱね、まあ、前藤健太あるいは杉浦金丸といったね、うん、ところがジュニアのタッグを争っていた時にこうベルトを奪い取ってるわけですからね。そうですね、やっぱりジュニアの歴史を知る選手といって間違いないですよね、はい。日高行とキャリア21年46歳のベテランです。かつてその藤田稔とのタッグでプロレス大賞のベストタッグも受賞したことがあります。さあしかしねちっこ小川が肩をつけていきます。これ複雑な体勢になってますね、そうですね、結構これやられてるが厳しい体勢ですよね、首を決めて肩をつけていきました小川。さあロープに送っていきました日高、ショルダータックル小川が倒していった、そしてあっと踏みつけた。この辺りは日高の動きを読んでいました小川であります。一度同じような攻防がありましたからね、やっぱり小川は2度目は同じようにいかないですよね。そうですね。さあそして菅原拓也が入ります。
菅原はキャリア17年34歳、登竜門でデビューしまして、その後ゼロワンマットに定着しました。まあ、大原はじめの先輩になりますよね。そうですね、もう本当菅原も10代で、ね、デビューしてますから、まだ34歳の年齢ですけど、キャリア相当ありますからね。そうですね、はい、さあこの2人の対戦も注目であります。菅原と小川ロープワークになっている。さあ揉み合いながら赤コーナー諸橋が入ります。諸橋はジュニアタッグリーグ戦ではパートナーのレオナが怪我をしまして、急遽宮脇潤太と組んでリーグ戦を完走しました。しかしながら結果は全敗ということで、佐久間さん、非常に諸橋にとっては悔しいこのリーグ戦になりましたね。そうですね、まあ、やっぱ途中でパートナーが変わってしまうというのもね、こうモチベーション的に難しい部分もあったと思いますし、まあ、逆に言うとね、このタッグのリーグ戦で悔しさが残った分、次、シングルのリーグ戦ありますが、そこにこうアピールしてね、どんどんこう入り込んでいくというところが違う意味でモチベーションになっているんじゃないかなというふうには思いますよね。諸橋は今月24日に41歳の誕生日を迎えます。しかしながらこの体の張り、状態は非常にいい諸橋であります。さあしかしその諸橋に対してドロップキック、菅原拓也が日高につなぎます。諸橋の足を狙い、おっとロープ越し、ロープ越しのドラゴンスクリューです。諸橋がちょっと苦しくなりました。さあ大コーナー付近で引き続き足を攻めていきます。日高、日高はねやっぱショーンキャプチャーありますからね、そうですね、着実に足にダメージを与えていきたいというところですよね。ノアの全てのベルトを奪うと宣言しておりますこの日高菅原組。リーグ戦の公式戦ではジュニアタッグ王者の広木田中組をこの2人は破っております。さらにこの日高は同じく公式戦でジュニアのシングル王者原田からもピンホールを奪っております。まあ、非常に今ベルトにこの2人は近いところにいると言えますね、はい、そうですね、リーグ戦こそ優勝には届かなかったですけど、まあ、特に日高個人としてはそれぞれのベルトも射程圏に捉えていると言って間違いないですよね。この日高は9月に開催が決定しましたジュニアのシングルリーグ戦にも早くも名乗りを上げております。さあそういった意味でこのジュニアタッグリーグ戦を起点にこれからノアマットの中央に切り込んでいこうという日高菅原組であります。依然として諸橋がちょっと捕まっている。菅原が冷静にさばいていきます。第1試合のタッグマッチ20分1本勝負です。菅原の突進うまく読んでいました。諸橋カウンターのエルボー2発、そしてスピア、ショートレンジからスピア、そして小川につなぎます。赤コーナー小川義成、まずは日高に一撃、そしてチンクラッシャー、足を取らせて円錐切りです。さあ5分が経過したところ、小川がロープに送っていくバックエルボー、2人を蹴散らしていきます。鉄柱にぶつけていく、左の肩口を鉄柱に激突させてバックドロップ、小川の得意なパターンです。日高カットに入ります。さあゼロワンコンビを追い込んでいます小川です。おっとレフリーの注意をそらしてローブローから DDT。 菅原こういうねちょっとダーティーなところというのも得意としてますからね、はい、ね、しかし小川がサミング、チンクラッシャー、おっとしかし逆に小川の技、この菅原もラウンドハウスキック得意としております。返していきました、日高が入る、日高が側転して手裏剣、日高も身軽であります。セカンドロープに上がった、何がかミサイルキック、胸板あるいは肩口のあたりにヒットしました。いや
日高動きは軽快ですね。そうですね、まあ、もう常にいいコンディションを、ね、キープしてますよね。日高がロープに飛んでいく、小川がかわして DDT、 日高の脳天がキャンバスに突き刺さりました。しかし小川も頭を押さえています。諸足呼んでますね、うん、おっと諸足が入る。悔しいジュニアタッグリーグ戦に終わりましたが、さあここからその悔しさ、鬱憤を晴らしていきたい諸橋。クローズラインを連発します。川崎の皆さん、いきますよ。諸橋が吠えます。パンチを打ち込んでいきました。しかしまだ膝のあたり押さえています。日高と諸橋がエルボーを打ち合います。正面からおっと日高張り手、諸橋は中腰、負けたくないですよね、はい、そうですね。しかし日高は打撃も強い、この打撃のコンビネーション、ローキック、足を狙っていきます。日高の得意技ショーンキャプチャー、足への関節技です。しかし強引にラリアットで倒していった。菅原はカットに入る。その菅原を小川が場外に追いやりました。この、ね、2対1の形で一気に流れを作りたいですね。小川と諸橋は、小川がいい場面を作りました。諸橋が足を押さえながら突っ込んでいくバックエルボー、小川も続いていきます。バックの上でジャーマン、諸橋得意のジャーマンからクリップラークロスフェイス、リングのほぼ中央で決まりました。いいですね、これは、はい、しかし菅原拓也が入ってきます。小川が菅原を抑えきれませんでした。諸橋が菅原とエルボーを打ち合います。日高が起き上がった。諸橋バックエルボー場外へ、おっとしかし戻ってくる、おっとアイルビーバック、そして後ろからは円陣切り、はい、サンドイッチ攻撃です。ガッといてくれ。足を引きずっている諸橋に対して、さあ2人で波状攻撃、ここでおっとドロップキックと SMF の連携だ。なんとか小川カットに入ります。佐久間さん、これはゼロワンサイドのペースですね、はい、そうですね、もう完全にね、こう今分断して勝負決めに行ってますよね、うん、日高がトップロックから狙ってくる、膝へのミサイルキック、これはもう完全にね、ショーンキャプテンの布石ですよね、決めるぞショーンキャプチャー。日高のフルコース、ショーンキャプチャーを予告した笠道路で組みついていくよ、おっと諸橋が粘る、そして強引に倒してクリップラークロスフェイス、これは諸橋の力いきましたね。おっとしかしさあ返していった日高、カウントツー、10分が経過しました。そしてさあここでショーンキャプチャー、がっちり決まった。諸橋がロープに手を伸ばす、あーしかしマットを叩いてタップしました。中に行くとショーンキャプチャーで諸橋をタップさせました。まあ、日高の方としてはこう理想的な勝ち方ですよ ね、はい、そうですね、序盤からしっかり足を攻めて、まあ、途中切り返されはしましたけど、最後ね、もう狙い通りのショーンキャプチャーで決めていきました ね、 ね、まあ、本当に勝負どころを逃さないという印象でしたね。そうですね、まあ、菅原の方ももうこの流れで決めようというので必死に小川を、ね、こうカットしてましたからね。勝ったのはゼロワンコンビ日高行くと菅原拓也であります。ジュニアタッグリーグ戦から引き続きこのノアで実力を見せました。小川がいち早く引き上げていきます。あのやっぱり日高は本当にリーグシングルのリーグ戦でも台風の目となりそうですよね。そうですね、